エコスポーツ TV をご覧の皆さどうもー。今年一年を振り返った時、やっぱり一年が長く感じた。フットボールスタジェスムなら勝ちです。はい、今年も残るところ、えー、っと二週間も切ってるところではあるんですが、やっぱり一年があのー、まあいろいろあった年なんですが長いなとというふうに改めて感じます。ちょっと理由はわかりませんが、ということで今日はこちら。はい、あのー、まだまだ。 あの必需品となっておりますマスクこちらのご紹介をさせていただきます、えー、こちらのサイトでもですねドキドキマスクあのー、ご案内させていただいているんですけど最近入ったのはですねこの水野さんのブレスサーもですねの入っているマスクこちらがですねえー、っとまあ冬ということでブレスサーですね。 はい暖かく発熱する素材が内側に入ってますので暖かいというですね白と、えー、黒がこれグレーですかねチャコール系のグレーですねの2色が残っておりますねあのブルー系がここにあったんですけども売り切れてしまっておりますと前ご案内したガビックのマスクの L サイズのブラックも入ってきておりますのではいご紹介させていただきますねとえっ、ー、と当店でも爆発的に売れたムレンマスクのシルキーバージョン 生地がこちらもあの冬仕様でですね。ちょっと暖かくなって、より柔らかくて、あのつけ心地が上がったというですね。はい、シルキームレマスク。こちらもあの、よく動いております。と、えっと、あと、アンダーマーのマスクも置いてますね。こちらもスポーツマスクということで、あのお値段三千円とお高いんですが、はい。様々なあの機能が兼ね備えられておりまして、スポーツ仕様となっております。 はい非常に高級感もあってですねはい付け心地も抜群ですと、えー、最後にアディダスのマスクも入ってますね、はい、3枚入りで1990円なんで値段的にも安いですしはい白なんであのー、使えるシーンも増えるんじゃないでしょうかはい3枚入って1990円安いのかなというふうに思いますね、えー、と今回はあのジュニア用のちっちゃめのサイズも入ってきておりますので是非 あの小学生高学年ぐらいまでの方はこちらでも対応できるんじゃないでしょうか。はいということでまだまだ必需品のマスクはいスポーツ用としてもあの何種類か取り揃えておりますのでぜひ気になった方お早めにチェックしてみてください。何枚やってもいいいんじゃないでででししょうか以以上上マスクのご紹介でした以上ですババイバイ